ブレットです。おー、ヤスベさん、あなたもありがとうございます。いけたはずだぞん。頑張った。オーケー。じゃあですね、リプ編をしていきたいと思います。リプ編タイム。防波堤降りないメンバー。そう、アリサは防波堤降りたことない。16人で防波堤降りたことないんやけど、アリサ。カナピエン。ハッシュタグアリンコメールでリプ編していきたいと思います。デレレレン、デレレレン。お、一番最初はパンジュラモンスターさん。黄金発掘に牛作り、めっちゃ楽しかったっす。そして昨日に続いてカラオケありがとう、最高だったぜ。またカラオケエロピクミン、もちろんありがとうございます。ひろしげさん、日曜日の僕恋恋最高だった。またアリちゃんの出てる公演見たい、早くお願いします。はい。歌唱でカイナリストライブ頑張って、ありがとう。イエーイ。ハッシュタグアリンコメールでリプ編タイムです。ですです。もんねちゃん、やっぱり手遅れ講師の歌い方変えてたんだね。アリちゃんの歌唱力は可能性が無限大。そしてファイナリストライブ当たりました。イエーイ、嬉しい。日曜で好きが増したのに、ファイナリストライブで輝いてるとこ見たらやばいだろうな、楽しみです。ありがとうございます。モネティアン、すごい、当たった。ファイナリストライブ当選おめでとう。ノープランで焼肉パズル、可愛すぎん、押せるしかなくなった。くじけんもっと欲しい。ウレピーマン、歌唱力ライブ当たったよ、楽しみでしたね。おめでとう、ゆりちゃん、おめでとう。ゆりちゃんも当選おめでとう、嬉しい。みなさんが当たってて嬉しいです、よかった。お、緑の肝臓ちゃん、私はアリちゃんが選抜入ったところもセンターで歌うところも公演初日面に選ばれるところもソロコンやるところも人気ショールーマーになるところも全部見たい、嬉しい。せっかくファイナリストライブもあるし、興味持って見に人たちを配信でガッツリ捕まえよう。ありがとうございます、頑張ります、欲張り。確かにいいね、これ全部叶えられたらやべえな。やべえぞ。今アリサが配信してることは黄金発見。黄金発見。新規感も申し込む、横やん、ありがとうございます。待ってよ。プレゼントといえば、アリちゃんが高校に進級できたら進級祝い送る、イエーイ。やったぜ、ツイートした、ほんと。アリティアン、アリティアン。ST48 以外のアイドルは全然詳しくないから、イコラブを勉強しとく。そうね、いや、イコラブさんはあの曲が神です。曲が神、本当にどの曲も神、びっくり。おでこでアリちゃんに勝てるアイドルはいない。笑った。大きいはやばいって言われてる。ピエヌ、ピエヌ、ピエヌ、ピエヌ。待って、みんないっぱい、今日いっぱいある、すごい。いちごちゃん、なほこたんだ。全部に変身しようと思って下書きしながらやってたら、その下書きが全部消えたから諦めました。すぐ諦める、スケーモンは。すぐ諦める。横やん、倒したよ、ポジションにはアリちゃんはいるよ。やった。ショールームのホラーもっと増やしたい、他の人がやってないことにチャレンジしていこう。なるほど、今日は牛作りました。牛可愛いでしょ、牛作りました。お、てっちゃん、ピザさん、ギフトありがとう、イエイ、ありがとう。ファイナリストライブ当たったよ、当日までに風邪ひかないように気をつけます。そうやね、それが一番ですね、それが一番ですね。皆さん風邪ひかないように気をつけてください。あ、そろそろそろ通信用アカウントさん、誕生日カレンダーに書いてくれたよ、好きや好きや。緑の肝臓ちゃんもファイナリストライブ当選、晴れ姿が見れるって、ありがとう。待って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 よ、ひろ
タン、そしてクリちゃん、すごい、皆さんファイナリストライブ当選おめでとうございます。すごい、めちゃめちゃ当たってるやん。さっきさ配信始まったぐらいにすぐ聞いたらさ、あ、ごめん申し込んでないとかさそういう方がめっちゃお手柄。そうやべえ、アリサ、アリサ推しのアリンコ族のみんな全然来んやんって思ったら、あぶねえ、よかった、ありがとうございます。皆さんよかったです。三島ゆかりちゃん、歌声大好き、癒される、ありがとう。スキピスキピスキピ当たる確率高め、高めやね、絶対当たるよ、だってめっちゃでかいもん、会場が、会場めっちゃでかいもん、絶対当たるよそれのどこがうどんというのですかめっちゃ怒っとるやんウケる、今日ね、おきちゃんからリプレイされたんだということで、おきちゃんとのエピソードがあれば教えて。おきちゃんあるよティガおもろ、おきちゃんにリプ編されてる、いいね。おきちゃんね、あのね、僕恋公演でさ、アリノンが禁じられた2人をやったんですけど、その初日公演、僕恋の初日公演はおきまいが禁じられた2人をやったんですよ。そうそしたらね、公演前に LINE が来てから、何事かと思ってたら、おきちゃんは成人式だったんですよ。成人式だったから、成人式の準備でもういなかったんですよね、広島には。そうだから、アリちゃんさアリノンの禁じられた2人が見たくて DMM 買っちゃいましたって LINE 来てからやばない？ DMM って高いよね、うん、1公演500円ぐらいするよね、高くない？なのにさめっちゃおもろくてからさ、やばーと思って、高いよね、アリノンの禁じられた2人が見たすぎて DMM 買ってくれたらしい嬉しい、おきぽ、おきぽ好き、おきぽ好きぴですそう、多分 DMM でねじっくり観覧してくれてたと思うそう、それだから公演前にのんちゃんとおきぽが見るらしいけ、めっちゃ頑張ろうって言ってそう、夜公演めっちゃ頑張りました多分夜公演見てた気がする、おもろすぎん、課金はいい、課金、そうDMM 買ってくれました、おきちゃんがイエーイ、ありがとうそれがめちゃめちゃおもろかった、マジかだってこんなに可愛いのに私の家族は分かってないよ、あやさんの家族リプ編中です。お、スーパーアリちゃん号の人こんばんは、アリちゃん落ち着いて、明日死にに行ってよ、明日1月16日から申し込み開始だよ、そりゃフライングしたいけどマジ落ち着いて本当に申し訳ございませんでした皆さんに謝らなければいけないことが本当に申し訳ございません、気持ちが早ぶりすぎて、早ぶりすぎ、ん、早まりすぎてさ、そう明日から新日程の申し込みが始まるんですけど、もう送ってしまったメールを、今日からだよって今日から新日程が始まるよってからメールで送っちゃったの、間違えた、ごめん、明日からです申し訳ございませんでした、皆さんあのメールは明日読んでくださいそうね、明日読んでください、あのメールは、決済もよろしく、それ決済もよろしくお願いしますうん、庶民的だねって可愛いじゃろ言うと庶民的イエイ、可愛いじゃろあやさんのお父さん、あやさんだよ明日読みます、明日読んでください。確かに早いやつは別にいいよね、あ、今日までだったって送ってこられるより早い方がいいですよねポジティブにいきましょう。それではもう5分前ということでキャッチフレーズいきたいと思います、いきますね、アリちゃん推しになるのはアリアリアリサ号出航、はい、ありがとうございます
中学3年生のありちゃんことみのよしありさです。イエーイ、出航ありがとうございます。これやりたかったの忘れてた。光るキャップこれまた今度やるね。これママがめっちゃ今日やったって言ってから言われてここに置いてたけど忘れてた普通にごめんなさいそう、これをやってから歌おうと思ってたのに忘れてた。すっかりかん、すっかりかん、すみません、やばい時間が。ではギフト読みます。チャビチャビさん、パンジャラモンスターさん、みやこ先生、総一郎さん、てっちゃん、ピザさん、やすべさん、アーツさん、けんちゃん、ネイビームくん、あゆみちゃんあきらさん、七千しずさん、わるさん寝屋川かっちゃん、ひとりごとさん、やすべさん、そういちろうさん、ゆりちゃん、びっくりマークさん、てっちゃん、あめったりかさん、めったりかさん、ゆうき、カラコンやろう、しんしんまるさん、ひとりごとさん、かあさん、くりちゃん、やすべさん、てっちゃん、ギフトありがとうございます。ではランキングいきます。13位さとさん、12位ひとりごとさん、11位ネイビームくん、10位バッチさん、9位ピザさん、8位黄金のマットさん7位ヒゲのマサさん、6位アムちゃん、5位パンジュラモンスターさん、4位シンシーマルさん、3位総一郎さん、2位てっちゃん、1位はやすべえさんです。ありがとうございます。イエーイ、イエーイ、さとさんバラありがとう、イエーイ。ではではでは、明日も頑張りましょう。アリサは明日もテストですヤバミザはヤバオ、ヤバミザはヤバオです。明日テスト頑張ります、頑張ります、頑張れ、頑張るぜそうやね、皆さん、あとはファイナリストライブみんな当たったということでみんなか分からんけど、まだそう、みんなファイナリストライブが当たったということで練習頑張ります今から鬼練したいと思いますみんな楽しみにしててください、イエーイ、頑張ります、頑張るぞ2月4日を楽しみにしててください。それでは頑張っていきます、頑張っていきますね。明日も頑張りましょう、イエーイ、めっちゃ楽しい、めっちゃ楽しみにしててねそれではまだ早いまだ早いおやすみのおしです、おやすみのおしです、イエーイ、ありがとうございました。今日もだいぶあった今の、あ、まだ早い、まだ早い、あと1分ぐらいある5時間でした、ありがとう、あやさんありがとうございます。あと2分ぐらいあったあ、ルームフォローしてない方はルームフォローお願いしますそう、6000じゃねえ、全然違った、1万600人を超えてたので、そう、もう減らないようにしたいなと思ってそう、ルームフォローお願いします、皆さんよければおやすみねおしですおやすみ、また手遅れコーションでも聞いて寝たいと思います手遅れコーションでも聞いて寝よ、あとは虹のもと虹のもとも聞くぜよ。それではおやすみなさい、ありがとうございました、バイバーイまた明日、ありがとうございました。